本日はハードヒット千葉ブルーフィールド大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより試合開始に先立ちましてハードヒットプロデューサー佐藤光より皆様にご挨拶がございます。本日はご来場誠にありがとうございます。恒例の、チケットの受付が来ているのにまだ来てない人を様子を見ながら、僕の挨拶の長さが決まるこのコーナーでございますが、今日は、嬉しいことに 97% ぐらいはもう来てます。おうっていうものではないんですけど、頼んだら来いよって話なんですけど、そんな冗談は、さておきですね。2016年、最初のハードヒットが、ここ千葉にありました。最初は、多少の反対意見がありまして、遠い、寒い、東京マラソンが重なっていると、あったんですけども、もうその周りの状況にですね、左右されない強さを身につけることも大事だということで、いろんな興行とか、いい条件ばかり重ならなかったんですけれども、開催して、そして無事、このようにたくさんのお客様が、来ていただいたことを本当に嬉しく思います。今後のスケジュールは、今日の試合を見て、決めますが、多少このままですね、今日メインイベントに出ます河村亮と話しまして、このまま、規模でずっと続いていくよりも少し目標があった方がいいなという、話が出始めております。皆様にいい報告ができるようにするためには、まずこのリング上の戦いありきだと思っております。もちろん選手全員頑張ってくれると思いますが、自分も含めルールを守ってクリーンに、かつこの2016年のプロレス界において唯一無二のスタイル、価値観を突き止めていく戦いを、皆様に楽しんでいただければと思います。相当たきつけている選手も何人かおりますが、今試合を見ていただいたら、あ、こいつは相当たきつけられたなと、感じていただければと思います。どんどん、いろんな戦いが繰り広げられますが、どうぞ、ご自身の解釈で楽しんでいただければと思います。今年もハードヒット頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではただいまよりハードヒットルール説明を行います。ルール説明、試合時間は10分一本勝負並びに15分一本勝負で行われます。勝敗は KO、 ギブアップ、 TKO、 ロストポイントの消失などにより喫します。スリーカウントはございません。反則事項についてご説明申し上げます。拳による顔面攻撃、肘による打撃攻撃、並びに
頭突き攻撃。インパクト、レガースをつけていない状態でのキック攻撃。粘膜部位に対する打撃攻撃。片方もしくは双方がグラウンド状態でのキック攻撃。なお、グラウンド状態は足の裏以外がマットについた状態をグラウンド状態と定義いたします。髪の毛をつかむ行為。コスチュームをつかむ行為。なお、柔道着、柔術着はその限りではございません。その他、レフェリーが危険と見なした行為は注意が与えられます。また、10分1本勝負は3ロストポイント、15分1本勝負は5ロストポイントにより決します。以上、ルール説明でした。なお、ルール説明はパンクラス行徳、川村イズム所属、頼光選手、大井選手でした。赤コーナーより奥田圭介、赤コーナーより小林隆選手の入場です。ただいまより本日の第1試合にシングルマッチ3ロストポイント制の10分1本勝負を行います。オーブはフリービー161番の奥田圭介。オーブは U5162番の小林ゆたか。レフェリー和田レフェリー。
岡選手、ワンエスケープ。本日の第2試合、アウトレディスーパータイガー勝村慎一郎、アウトレディ伊藤高美、大田俊平美郎入場です。
ただいまより本日の第2試合に、タッグ町5ロストポイント制15分一本勝負となります。今回はグランドスラム138番の勝手は周一郎。よろしく。今回はリアルジャパンプロスティング202番のスーパーダイガー。今回はビーズラボスナガヤ162番の小田俊平。よろしく。ファンクラスイズベ163番の伊藤隆文明。Thank you.
試合時間5分経過、5分経過。
10分10秒10分10秒、勝間慎一郎スーパー大学組の勝ち。本日の第3試合、青コーナーよりダンスガムは、赤コーナーよりケイヤマミア入場。ただいまより本日の第3試合、スリーポイントロストブールシングルマッチ10分一本勝負を行います。このコーナーフォーカス道場 MMA& キャッチジュース233番のダン・ゼラト。このコーナーグラバカ192番のケビン・ヤマミヤ。
のコーナー、ダンス・ヨード選手のエスケープはロストポイントでございます。はい、
ただいまより本日の第4試合シングルマッチ10分一本勝負を行います。青からより服部健太選手、赤からより本田歩選手が入場です。シングルマッチ10分一本勝負を行います。このコーナー花鳥風月150番の服部健太、このコーナー開演前登場162番の本田、
試合時間3分経過、3分経過。試合時間5分経過、5分経過。残り試合時間3分。ロストポイントでございます。
試合時間2分。試合時間1分。それより本日の第4試合、シングルマッチ10分一本勝負を行います。青コーナーより鶴巻信弘選手、赤コーナーよりジェイク・リー選手の入場です。
タイムリー本日の第5試合スリーロストポイント制のシングルマッチ10分1本勝負を行います。おいこれは全日本プロレス210パンのジェイク・エイ。おいこれは V に183パンのズルマキン・ノブヒロ。
試合時間5分経過、5分経過。それでは試合に先立ちまして、ただいまに行われるグランプリングタッグマッチのルール説明をいたします。グランプリングタッグマッチにおいては、すべての打撃攻撃が半禁止となります。ロープエスケープ、ダウンカウントがなく、ロストポイントがございません。その他はハードヒットオフィシャルルールに基づいた試合を行います。どこらより松本隆俊、和田拓也、我が子らより青柳優馬、藤原義明入場。
ただいまより本日の第6試合グランプリングタッグマッチ15分一本勝負を行います。ここはリバーサルチーム橋川アルファ161番の松本同じくフリー172番の和田拓也。今回のコーナー全日本プロレス171番の青垣優馬。同じく藤原組202番の藤原よしやっけー。特別レディー和田恭平。Thank you.
試合時間5分経過、5分経過。Thank you.
残り試合時間3分
元シュートボクシング全日本スーパーフェザー級王者並びに元 ISKA 世界ライトウェルター級王者180パンの大江誠。我が校は全日本プロレス世界ジュニアヘビー級チャンピオン181パンド青木淳史。セコンドアウト、セコンドアウト。Thank you.
ただいまより本日のセミファイナル、シングルマッチ10分一本勝負を行います。青コーナーより田中実、我がコーナーより佐藤光が入場です。ただいまより本日のセミファイナル、シングルマッチ3ロストポイント制10分一本勝負を行います。このコーナーレッスン1179番の田中美濃です。
我々はファンクラスミッション198番の佐藤ひかる。試合時間3分経過、3分経過。Thank you.
試合時間5分経過、5分経過。残り試合時間2分
代表して、ロストポイントとさり代表して、勝者、田中実。田中実と申します。ちょっとお時間ですか。俺は今日このハードヒットのリング初めて上がりました。そして俺が所属するレッスルワンと全日本クロスが分裂して3年ぶりに佐藤選手と試合をしました。俺は最初オファーをもらってこのカードを買う人側から来た時に、今悪性リバーシュという大きい病気と戦っている竹原さんに受けたの試合、俺と佐藤選手は各機頑張るという気持ちを持って試合するべきだと勝手に解釈してこの静かのうち戦いました。このハードヒットを参加ですね、佐藤選手、川村選手、並びに皆さん、まだまだ柿原さんに対する応援してくれてます。今日も、柿原さんの応援募金箱を設置されていると思いますので、皆さんどうかご協力よろしくお願いします。そして佐藤君、また俺をこのハードリングリングハードヒットのリングで戦わせてください。今日はありがとうございました。ただいまより本日のメインイベント、シングルマッチ15分一本勝負を行います。青コーナーより川村亮、赤コーナーより高山義弘が入場。
ただいまより本日のメインイベント5ロストポイント制15分一本勝負を行います。このコーナーファンクラスリズム201番の川村亮平。このコーナー高山の270番の高山義平。レフリー和田亮平君。このような高山選手はエスケープがロストポイントでございます。
試合時間5分経過、5分経過。10秒、8分10秒、勝者高山有志郎。